ストップ汚染瓦礫全国行動実行委員会の5名の皆様にご登場いただきましょう。それではお願いいたします。それではストップ汚染瓦礫全国行動実行委員会の5名の皆様より記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに冒頭40分程度5名の皆様にお話しいただきまして、その後会場の皆様からの質疑応答という形で進めさせていただければと思います。それではお願いいたします。埼玉県所沢市から参りました内田です。よろしくお願いいたします。富山県富山市から来ましたノーモア放射能キャンペーン富山の宮崎です。東京都荒川区から参りました全国行動実行委員会と首都圏でも同じような活動をしております高瀬です。よろしくお願いします。東京都か多摩地域から来ました田口です。よろしくお願いします。埼玉県川口市から参りました全国行動実行委員会をやっております小川と申します。よろしくお願いいたします。私たちは、このように今日富山の方からもお見えになっておりますが関西や岩手県、そして静岡、山梨県の方々とつながることができまして、なんとか本当に命に、次の世代に本当に命がつながるような、そういう未来を作ろうということで、この広域瓦礫の反対と現地焼却の反対を求めて、今日は記者会見を行うことになりました。じゃあ続きまして、内田が秋田県の放射能を拡散させない市民有志の会よりのメッセージを代読いたします。私は秋田県横田市の放射能を拡散させない市民有志の会の小川盛政と申します。私たちがこの運動に関わるようになったきっかけは以下のように考えたからでした。国は三陸の震災津波による瓦礫の処理を広域処理で行うことを決め、横田市も3月に広域処理に関する広域処理に参加する意思を表明し、議会も受け入れ推進の決議をしました。あらゆるレベルでつながるということは大切だと思います。つながるというのは戦略的にも実際情報交流に関しても、で富山の場合はそれぞれの地元、例えば焼却炉の周辺でグループがあり、父母の会とかあります。でそれをまたつなげる、ものがありまして、そしてそれをまたつなげるキャンペーン、私事務局長しておりますが、キャンペーンが富山県全部をつなげたいという思いでやっております。で今度富山県内だけではどうもいかんせん、やっぱり、中央へ私たちの声を先ほど言いましたが、富山含めて北陸が優先自治体というカテゴリーに入れているのは環境省です。でそれを、なぜそういうふうにするのかということで、やっぱり中央に問い合わせあるいは直接私たちの声を届けなければいけないという段階が少しずつ見えてまいりました。いろんなことをやってる間にですね、そうなるとやっぱり全国で特にまあ東京でそういう行動が行われますので、ここが中心ですので、やっぱりつながって、まあ、大阪の集まりでぜひつながってですね、私たち地方の声を中央に届けたいという思いで、まあ、この実行委員会ができたと思ってます。本日は自由報道協会主催の記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございました。